松平広忠の一生。1526年に三河の武将、松平清康の長男として生まれる。当時の三河は割拠しており、父の安城松平家を中心に、同族の岡崎松平家などがそれぞれの領地を治めていた。しかし父は同族の頂点にまで上り詰め三河を治めるようになる。しかし10歳の時に父、清康が家臣、安倍正豊に殺されてしまう、森山崩れ。その結果、王子、松平信貞に居城、岡崎城を奪われてしまう。さらに千松丸の殺害も計画されてしまう。千松丸は正豊の父、定義によって助けられ、14歳の時には吉良持広にかくまわれながら伊勢まで逃れ、転覆して広忠と名乗る。しかし持広の死で吉良氏の外交方針は変更。先代からの敵である尾張、織田信秀と連携されてしまう。そのため再び逃れて今度は駿河、今川義元に助けを求め、15歳の時に岡崎城を取り返す。信貞の死により岡崎城は混乱していたためそれに乗じた。義元の他に叔父、松平信孝も協力する。また同時期に尾代の方と結婚する。18歳で長男が誕生する。名は竹千代であり、後に徳川家康となる。しかし叔父、信孝とは対立、三河を安定させることもできなかったため義元の力を借り続けることになる。長男を人質として差し出し、実質的に今川氏参加となる。23歳の時に信秀が岡崎城に侵攻してくる。小豆坂の戦い、今川氏から約1万もの援軍を受けたことで勝利する。しかし翌年に死去してしまう。享年24歳。死因は諸説あり、病死と示す資料もあるが岩松八弥に暗殺されたとも言われている。後継ぎである長男、竹千代はこの時織田氏に囚われており、後に今川氏は捕虜とした織田信広と交換して竹千代を取り戻す。竹千代はその後今川氏の下で活躍したが、信秀の長男、信長が義元を討ち取ったことで今川氏が衰退したため独立、広忠が成し得ることができなかった三河再統一を果たし、さらには長い年月をかけて日本まで統一することになる。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。